大阪府大阪市出身のプロ野球選手。宇藤左田。広島東洋カープ所属。小学校2年生からソフトボールを始め、5年生の時に野球に転校。大道ジャガーズでプレーをする。中学では軟式野球チーム東ヨ川ブラックジャガーズでプレーをする。兄が京都国際高等学校の野球部に所属していたことから同校に進学。 一年生の夏から二番、三塁手で出場する。甲子園出場経験はないが、一年生秋に行われた秋季京都大会ブロック予選決勝で、競合の京都外大成高等学校に4対2で勝利し、金星を挙げる。同校での戦績は二年生の夏に一番、遊撃手で出場した第94回全国高等学校野球選手権。 京都大会においての4回戦が最高で、3年生の夏に3番、保守で出場した第95回全国高等学校野球選手権、京都大会において前年の選手権4回戦で敗退した北、佐賀高等学校と対戦し、2度の雷雨による中断を挟みながら9回を1点リードで迎えたが、同点に追いつかれ、延長15回に逆転されて2対1で、初戦敗退となる。 11時30分の試合開始が試合終了は18時を超える激闘だった。2013年のプロ野球ドラフト会議にて、福岡ソフトバンクホークスから育成3巡目指名される。背番号は140。2014年は2軍公式戦に1試合にのみ出場。3軍戦では88試合に出場し、打率178、12打点の成績だった。 2015年、プロ2年目は、宮崎春季キャンプ期間中の2月中旬に、特殊の際に、右手親指を骨折し、5月5日の3軍の試合で、実戦に復帰した。2軍公式戦には34試合に出場し、打率、206打点、3盗塁。3軍戦では29試合に出場し、打率、222、5打点、3盗塁の成績を残す。 2016年は2軍公式戦に82試合に出場し、打率244、18打点、6盗塁の成績で2軍に定着する。3軍戦では33試合に出場。打率247、5打点、9盗塁の成績だった。10月31日、育成選手制度の規定に基づき自由、契約公示された。 11月25日から12月18日まで台湾で開催された2016アジアウィンターベースボールリーグにおいて NPB ウエスタン選抜として派遣され、党大会で52打数16安打、2盗塁、7打点の成績だった。12月2日、来シーズンの育成選手契約締結が発表された。2017年の宮崎春季キャンプにおいて A 組に抜擢され、 オープン戦も一軍に帯同する。3月9日の対北海道日本ハムファイターズ戦では8回裏にクモン彦からセンターオーバーのタイムリースリーベースを放った。さらに守備でも軽快な動きを見せるなど活躍し3月24日に支配下選手契約を結ぶ。年俸は550万円、背番号は69。会見では 今宮健太さんを抜きたいと目標を掲げた。7月13日のフレッシュオールスターゲームでは、出場選手で唯一複数アンダーを放ち、MVP を獲得した。7月27日に初めて一軍選手登録され、同日の対東北楽天ゴールデンイーグルス15回戦において、ダイソーで一軍公式戦初出場を果たす。 同月29日の対北海道日本ハムファイターズ16回戦において9番2類種で先発出場し1軍公式戦初打席を迎える8月30日のウエスタンリーグ対オリックスバファローズ戦では2軍公式戦3軍戦含めて初めての本塁打をサヨナラホームランで記録する同年は1軍公式戦にプロ4年目で2試合の出場を果たし 二軍公式戦においては112試合に出場し、二軍のレギュラーに定着。2018年、二軍公式戦で39試合打率。316、8打点の成績を出していたものの一、軍出場機会はなく、7月22日に、美観雄月とのトレードで広島東洋カープへの移籍が発表された。背番号は59。2018年8月24日、 松田スタジアムにて8月7日に遺跡後初の1、軍昇格を果たすと、8月23日の対東京をヤクルトスワローズ戦で代打出場し、敵地三塁打でプロ初安打を記録。古巣のソフトバンクとの対戦となった日本シリーズでは、第1戦に代打でシリーズ初出場を果たし、ギガを成功させた。シーズン終了後の11月19日に、球団から、 2019年シーズンにより、背番号が零零に変更されることが発表された。2019年、シーズンの大半で一軍に帯同し、ダイソーや内野外野両方の守備をこなすサブとして、チームに貢献した。50メートル走5秒9の瞬速と、遠投115メートルの強肩が武器。守備では、チーム内でもトップクラスの剣手。ありがとうございます。